一言短くお祈りします今からの御子どの時を聖様どうぞ導いてください私たち普段さまざまな苦しみや試練に遭うことがありますしかしそのことの背後にも神様の計画がありまたその先に得られる,られる恵みが平安があることを感謝します今日の御子どの時を感謝してイエス様みんなでお願いしますアメンイエス様にこの口を下げましょう感謝します 涙と苦しみの先にあるものまあ、こういうメッセージは今までもしてきたことあるかもしれませんけれども、そこをさらに聖書全体から、まあ、少し掘り下げていきたいなと思っています。私たちは涙することもあります、苦しむこともあります、涙したことも苦しむこともなかったっていう人は、この中にいないと思います。さまざまなことがあると思います、えー。大なり小なり。時々ですねまあ あなたの苦しみなんてそんなちっぽけだみたいなことですね言われることはないですかないにしてもちょっとそれに近いことを言われたことがありますそんなん全然あなたの苦しみは苦しみに入らないとでもですね小学生であったとしても大人であったとしてもその人にとってその苦しみは必要な苦しみなんですねそしてその人にとってみたらその苦しみは大きな苦しみなんですね でもその苦しみの先には涙の先には必ず主がですね、そこに平安を与えてくださいますしそこに神様のご計画があることを私たちは知りたいと思いますまあ杉越の祭りにあたってですねイエス様もこの受難されていった十字架の道を通られた苦しみを背負われた。 そこをです、ね、見ながら、まあ、しばらくです、ねえー、この日曜日のメッセージも準備していきたいなというふうに思っています。今日は「人生の苦しみは真の平安を得るためである」というです、ねえー、そこを今日受け取っていきたいと思うんですね。「イザヤ書の38章の「ヒゼきアの物語」のところから、まあ、何度も「ヒゼきア王」って登場するんですけれども、えー、第二列王記とかです、ね、歴代史にも出てきます。そして、えー、このイザヤ書38章 ですねそこにも登場します38章の17節の御言葉が今日の中心的な聖句ですけども一緒に読んでいきたいと思いますはい「ああ私の苦しんだ苦しみは平安のためでしたあなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されましたあなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました」「アメン こういうい言葉があるんですああ私の苦しんだ苦しみは平安のためでしたよく私たちはイエス様は勝利と言います私たちも勝利と言いますでも勝利するためには戦いに打ち勝たないといけないんですね勝利するためにはまあ敵に打ち負かされるようなことを体験することがあるんですうわあね。でもその敵に打ち負かされそうになるところ立ち上がっていくから 勝利なんですよ平安もですねあ私毎日平安ですから平安ですからと違うんです平安っていうのは不安とか悩みの先に与えられるものなんです不安とか悩みを通らないっていう人はいないと思いますいや私クリスチャンになったから不安とか悩みとか苦しみとか一切ありませんっていうとちょっと大丈夫かなと思いますねでもクリスチャンになっても不安とか悩みとか苦しみを 通らされるることがあんんでですすももちろんクリスチャンじゃなくてもそうです人生にはいつも言っています、本当に水戸黄門も歌って、水戸黄門歌ってませんけど、人生、山もあれば、谷もあります、ね、本当にこの雨の時もあれば、風の時もあります、雪が降る時もあります、向かい風の時もありますし、えー、その反対は何でしたっけ、えー、追,い追い風の時もあります。本当になんか 時々ですね、人生何かも私の背中にこの羽がついたようにですね、もう追い風に乗ってですね、もうふわーっと飛び上がっていくような、そういうふうに、もう何もかもうまくいっているように感じるときもあるかもしれません。でもそのとき気をつけないといけないのは、私たちの心がた拓ぶってしまったり、高慢になってしまったり、死を求めることをやめてしまうことがあるんですね。あの宇治羅王は、 神様を求めている間は祝福されたという記事があります私たちはなぜ苦しみであるのかいろんな意味がありますけれどもそれは私たちが神を求めるために通らされる苦しみでもあるんですでも今までも神を求めていました今までも主を求めて祈り続けていましたでも祈ってるからこそ求めてるからこそさらに主はあなたのことを知りたいあなたの愛を受け取りたいあなたにもっと近づいてきてもらいたい そのために私たちは通りたくないけれども通らないといけないそういう苦しみや試練を通ることがあるんですね愛されてるからこそ祈ってるからこそ味わう主からの試練や苦しみっていうのがあります私たちの神様は愛する子を懲らしめると書いてあります 久々にポラロイドの写真が出てきたんですね、今、なんか冷蔵庫に貼ってあるんですけど、さくらがまだハゲ茶ャピンだったときにです、ね、さくらは1年ぐらいずっとハゲおハゲちゃんだったんですね、まあ、少し薄かったんですね、ねなかなか髪の毛、生えないねって言いながら、髪の毛、生えよう、生えようって、ね、今、たくさん生えてきてますけども、あのね、ね、え、た、ー、むほどに髪の毛が生えてきてますけども、まあ、あの、えー、まあ、 ニューレベレーションチャンチピで,ですね沢口先生ももう60歳近いんですが、ネタもほどに髪の毛がふさふさしておられるんですね、えーまあ、それは置いといて、ですね <laughs> まあしかしそういうですね、えーまあ、昔のことを思い出したときに、まあ、彼女が、ですね、えー、なんと結構悪かったんですね。 えー、悪かったんですよあの今い,い子ちゃんかもしれませんけども結構悪かったんですねもう本当にあに、のー、子育て難しいなと思ったんですねえー、一人目桜の時ですねなんてこの子はあの、うん、五条なんだろうと思ったんですね誰に似たのかなってね、まあ、私か妻どちらかに似たんだと思うんですけども、まあ、二人も似てるんですけども でも本当にああね桜は一歳二歳の時からですね結構賢くてですね悪賢かったんですね悪賢かったんですよ。もう。 過去のことはもう全部もう忘れてますけども、まあ、いいことも悪いこともたくさんあったんですねでも本当に机の下に隠れてです、ねえー、もうやってないとです、ね、言い切ってもう「もうあなた隠れてるじゃないの」って,って、ね、もう明らかに悪さしたんですけども怒られたくないから机の下に隠れて「やってない!」って言うんですね「パパやってない!」って言うんですでもやったでしょうともう何をやったかも忘れたんですけども。 本当に、まあ、あのもちろんかわいい最初に生まれた長女かわいかったんですけどもあみんなかわいいんですけども本当にそのでもかわいいからといってそのまんまではなかったんですね彼女にしてみたら私とかそしてこの妻を通してですね本当に訓練されたんですよもうこのですね、まあ、今もそうかもしれない今も 私は時々メスを入れるることがあるんですね、えー、小さなことですけども皆さん知らないところで結構時々ですねあの言ってることもあるんですね今日の朝もですね、えー、長尾教会で賛美の奉仕をしているときに私がリードだったんですけども、えー、このフリーワーシップのときにあ休んでるなって感じがあったんですねなんかピアノ弾いて休んでたんですねでだからあのあの賛美中にあの えー、さリードしてない時もあ休まないで歌ってくださいって,って送ったんですねあの、サンビリード中に送ったんですね、それでなんか、いいねが返ってきたんですけども、もうね、自分のリードじゃないからって言ってね、ピアノ弾いてなってなってたんですね、だからちょっとそれをちくりとですね、あのそれあの、ちゃんとやってくださいと、送ったんですね、小さい頃からですね、やっぱ愛してるからこそですね、さくらによくなってもらいたいから。 ね、パパにやママに嘘ついてもそれはすぐばれますから机の下でやってないって言ってもそれはやってますからそれはだめですよ、ね、ですから時々無知を加えることもあったんですねでも愛すること、ねまあ、それは教育においてすごく重要ですけども愛するがゆえに無知を加えることもあるでも無知を加えるっていうことは。 叱るっていうことは愛することも示していかないといけない。でも覚えていただきたいのは子供の皆さん覚えていただきたいのはあなたのお父さんやお母さんは完璧なお父さんやお母さんではないですから。ね。アメンっていう声が少し聞こえてきましたけどもあのそうです。だからいつか分かってください。ね、お父さんやお母さんも一人の未熟なあ大人、一、まあ、人,人の未熟なそういうですね、まあ、神の子供に過ぎないんですね。土の器に過ぎないんです。 だから、まあ、お父さん、お母さんのことを許して、愛して、祝福してあげてください。で、親になると分かるんですね。本当に可愛いい子ですね、野ばんしにしていたらどうなるか今、皆さんしてますか、今、セラさんは、何も言わなかったら、何でもします。もう,うわっっって登っていって登 もう机の上のものをぶらーってやったりするんですね。皆さんダイニングテーブルの上に登るんですよ、立ち上がるんですよ、そんなことしたら危ないじゃないですか。何回も彼女はあこの半年の間に机から、椅子から転げ落ちて、ぎゃーって泣くんですね。だから言ったでしょ、だめって言ったでしょ。ですから、とうとうですねお父さんからの、えー、厳しい制裁をですねあの受けることになるんですね。そうすると もうあのセラでさえ、もうね、みんなに、まあ、愛想振りまいてると思います、ねまあ。なんか愛想振りまいて、みんなセラのことをね可愛がってくれてるんですけども、でもです、ね、机に登っていこうとするときにパパがやってくるとふっ、ね、て止まるんですね。<laughs> みたいな感じで、ふって止まってっ、やばい、登っちゃいけない、わかるんですね、結構小さいけどわかるんですよ。そ、まあ、そのようにして愛してて愛るからこそ 訓練すするることがあるんですね私たちも神の子供とされたのであればそれは皆さん父の懲らしめや訓練を受けるその中に入れられることがあるってことですね愛する者を懲らしめるために悩みの炉に入れられることがあるんです皆さんもし一日一時間祈ってる人が祈らなくなったらどうでしょうか それはですね、ちょっとですね、あのー、まあ、試練や苦しみに遭うことが時々あります。それは、いや、今まで求めていたじゃないですかあなた、今まで愛し,て愛してたじゃないですか、それをやめてしまえば、どうなるかっていうと、神様は、あなたとの愛の関係をもっと回復していきたいと思うんです。あの時のあの初恋の時の あの初婚の時の初婚じゃなくてえっとあのえ何でしたっけえっ結婚したてのねえ新婚のこと,と名前が日本語が出てこなかったんですけどもそうあの新婚の時の今のちょうどジェイゴとシェルイちゃんの時のようなあのねえ新婚の時のような私たちが神様を求めて主を愛しますと言って。 でもそれをやめてしまったらイエス様はちょっと悲しまれるんですあの時のあの時の花婿と花嫁のあの関係イスラエルの神様もそうだったんですアブラハムを通してアブラハム契約ダビデを通してダビデ契約っていうのがまあありますからそういうのを調べてみてください面白いですよアブラハムを通してダビデを通して神様と本当にこのイスラエルはちぎりを交わしたんです 結婚の制約みたいな感じです。私たちも死を求め続けていけばいいんですけども、求め続けていこうとするときに、それをやめてしまうときに、サタンの誘惑や攻撃に合うかも、合うこともあります。先ほど、天、え、使、ー、が御言葉を挙げてくれましたけども、道端に落ちてしまうような種になってしまうんですね。カラスがやってきて、悪魔がやってきて、その種を祝福を奪い去ろうとしてしまうんです。私たちは、 さまざまな試練や苦しみに遭うときに覚えましょうその先に平安があること神様がなぜ苦しみや悲しみや涙を通らせるのかっていうとそれは私たちを愛しているからであるっていうことを覚えましょうイザヤ書の38章はですね「列王記の」の、まあ、この第2列王記の20章とですね同じ記事なんですね全くほぼ一緒です少し違うところもありますけども でイザヤ書のの37章を見ると、アッシリアのですね、まあ、あの王セナキルブ、そして将軍,将軍ですね、ラブシャケの罵りに打ち勝ってですね、18万5千人が滅ぼされた大勝利を収めた後の記事、まあ、この第二列王記の19章を見てもそれが書いてあります。まあ、聖書学者はいろんなことを言うんですけども、まあ、この大勝利を収めた後の記事として見ることが基本ですけれども、まあ、その後のアッシリアの侵攻の 前ではないかこの「ヒゼキアがこの言葉をかけられたこれは何かっていうとヒゼキアは「あ,あなたは知りますよ」っていう宣告を受けたんですね病気になったんです体に種物ができて、まあ、重い皮膚用みたいな体にどんどんできものが増やされてそしてイザイに言われるんですあなたは知りますよと家のものを整理しなさいよと言われるわけなんですね <laughs> 突然の死の死宣告この「ゼキヤもですねな,そなぜそのようなことをいきなり言われるのかそれは神様に愛されてるからこそ彼のためにそして彼と彼の家族その国のために試練や苦しみが与えられたんですね。イザヤ書の38の1節読んでみましょうか。はい その頃、ヒゼキアは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子、預言者イザヤが来て彼に言った主はこう仰せられます。あなたの家を整理せ。あなたは死ぬ、治らない。もう、あまりにも突然の死の宣告で驚いたと思います。まあ、しかし、病気になっていて死にかかっていた。 まあ、この始末もできていたので、えー、でもまあ、苦しかったのは苦しかったでしょう、まあ、私たちもですね、例えば突然の別れ、突然の事故、突然の死の宣告、今の時代も死の宣告ってありますよね、がんになったら、あもうステージもう4とか5ですねと、末期がんですよ、あと3週間かもしれない、あと半年かもしれない、死の宣告をされるんです。 もし皆さん、あと半年っていう命だったら、あと3か月って宣告されたら、何をしますか、どのようにいきますか、私たち、あと3か月か半年以上あると思っているので、今をただ、なんとなく楽しんで生きようとします、でも、時に私たちは、あと3か月ですよ、あと半年ですよって、死の宣告をされることもあるんです。 でももちろんがんとか何か他の病とかでそういう宣告をされなかったにしても私たちはいつかその日を必ず迎えますハッピーバースデーね、えー、バースデーを私たちは記憶しています大体分かっていますただ私は子どもたちのバースデー時々分からなくなる時ありますのでいつも iPhone で確認します,するんですけども大体覚えてますけども大体覚い,たいめで何たく覚えてますけども しかし自分のまあバースデーは覚えてます、1978年4月1日、まあ、悪用しないでくださいね、あのあのそういうですね、今インターネットでね流れてるので、えー、それはもう覚えてます、でも私がじゃあ20何十何年、何月何日、何時何分に亡くなるのかっていうことは、分からない。寿命っていうのはやっぱりあります。 永遠にこの地上で生きながらえるって人は誰もここにいません100年経ったら100年後にはここにいる人たちは誰もいません天国にいますアメンでもこの地上での与えられているあと何年でしょうか僕も今42歳ですからまあ10年なのか20年なのか30年か分かりませんそれはでも本当に今日かもしれないし明日かもしれないこの与えられている命 与えられてるから当たり前になってるんですけどもとても私たちは感謝しないといけないですねまあ何度か話してますけども私の T シューの先輩も突然ですね奥さんを天国に送りましたまあそれは SNS で知って本当にただ驚いて言葉もなかったんですけども445歳だったと思いますまあ私の少し1つか2つ上ぐらいの先輩だったんですけども また私の知り合いの牧師先生も5番目の息子さんをですね生後6ヶ月で突然天に遅れてたんですねでも本当にそういった時にですね私たちは突然の本当にこの突風風突然の事故突然の別れ本当に驚きますしかしそのような苦しみの中にも試練の背後にも神様のご計画があることを覚えたいと思います ヒゼキアっていうのは、主は私の力っていう名前なんですね。南ユダの王,王様の中で、まあ、25歳の若さで王様になって、そして死の宣告は、まあ、39歳ぐらい、まあ、40手前で、ちょうど私と同じぐらいの歳の時に死の宣告を受けるわけですね。で、彼は自分の死の悲しみっていうこともあったでしょう。しかし、それ以上にですね、 北、アッシリアから、北の方からアッシリアという帝国が、このイスラエルに攻め込んできている、ね、あのラブシャ、ラブシャケとかセナケールブ覚えてますかラブシャケね、ゴリアテみたいなやつなんですよ。わーってやってくるやつなんですよ。ののしってくるんですよ。で、まあ、いろんなことがあったり、これからもっと国を強くしないといけない。もっと整えなければならない。本当にまたトンネルを作って、水源をちゃんと整えなければならない。 城壁も二重にしないといけないさまざまな軍の強化をしなければならないあれもこれもしたいさまざまな事業を行っていましたそしてもう一つ彼は、まあ、その道半ばだったんですけども彼の後を継ぐ世継ぎの子供がいなかったんですね、まあ、この後の王様はちょっと悪かったんですけどもねえー、まあ彼の息子はですね、まあ、悪い王だったんですけども世継ぎ彼の後を継ぐ後継者がいないっていうことで ヒゼキアの中にはまだよりなやり残していることがあるというですね、無念もあったと思うんです。しかしいきなり、家にあこの、死に備えなさいと。あなたは治らない。あなたの家を整理しなさい。ということを言われるわけです。聖書は、主は与え、主は取られるというふうに書いてありますよね。私たちのこの命が与えられていること。 感謝したいいと思います命の火の限り主の家に住まうことを私たちは共に求めていきたいと思います私たちは裸で母の体から出てきましたので私たちはまた裸で帰らなければなりません主は与え主は取られる主の皆はホムべきかな呼ぶ記の一章の21節にも書いてありますね、まあ、よくヤクザの先生が「 この元クザの先生が人生何度もやり直すことができますと言います。これはもちろん間違っていないです。何度でも何度でもやり直すことができます。でも <laughs>、でもやっぱりタイミングってあります。いや、何度でもやり直すことができるからといって、いつまでも私たちにそのやり直す時間が残っているかっていうと、その保証はないということです。今やり直さなければならない。今悔い改めなければならない。今感謝しなければ、今愛さなければ。 今に感謝しなければならない今に悔いやるため今食いやるためなければならないんですね人生何度もいつでもやり直せますアーメンいつかやり直そうではない今日私たちは主の御言葉に聞き従っていくものでありたいと願いますだから何が言いたいかと本当にこの与えられている機会時間命っていうのは限りがあるってことです どれだけ筋トレで鍛えていたとしても健康であったとしてもこの寿命っていうのは限りがあるんです死は私たちをその限りある人生の中で悩みの労で寝られることがあります先ほどもちょっとその話をしたんですけどもイザ前イの48章の10節このように書いてありますねはい。 見よ私はあなたを練ったが銀の場合とは違う私は悩みの労であなたを試みたこの限りある人生の中ですけれども私たちクリスチャンがただのほほんとしていくただなんとなく天国に行くのではなくて神様愛してるがゆえに私たちを悩みの労で練り清めることがあるんですその器は主が本当に持ちやすい器へと 変えられていくんですね例えば親になったら親になったで、まあ、ジェイゴもお父さんになりましたけどもシェレちゃんもお母さんになりましたけどもやっぱりその親になったら親になったでのその、うんうん、試練や苦しみがあるんですねそれは子育てを通して親が成長させられることがあるんですねそういったこともありますまた牧師も牧師でそうです牧師になって、うん、またさまざまな困難や苦しみを通ることがあります葛藤や苦しみ まままたた貧しささを通ることとももありますす皆さんもそうだったと思いますでもそれは私たちをただ試みるただ本当に打ち砕くだけじゃなくて打ち砕かれた後に尊い器へと作り変えられるためであること主に用いられやすい器に変えられるためであることを感謝したいと思います私たちを成長させるため不純物を取り除くためにこの悩みの炉で私たちは試みられるわけですね エレミア書の18章の2節から4節まで一緒に読んでいきましょうはい立って陶器師の家に下れそこであなたに私の言葉を聞かせよ私が陶器師の家に下っていくとちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し再びそれを陶器師自身の気に入った他の器にき作り変えた ろくろで私たちは寝られて砕かれて陶器師なる種の気に入った器へと作り変えてくださるんですね私たちもうわーもう全部もう追い風で搬入に乗ったようにヒュンヒュンとうまくいくかと思ったらそうじゃないこともあるんです自分が上り調子だなまあ最近の僕はあんまり詳しくないですけどもちょっとちらっと耳に入ってきたのでは 多分しゅうちゃんとかですね大くんは知ってるかもしれません野口君も知ってるかもしれませんけども最近の若い人たちの言葉で何ですか「あげあげ」とかああシーンとなってますけどもあと何があるんですか「上場とかね「気分上場とかちょっと古いですねこれ10年ぐらい前かもしれませんけど気分上場と言わないですか 気分上々。もうね、超アゲアゲだぜ。もうね、最高だぜ、イエイみたいな。そういう状況の時って、もうなんか自分がですね、本当に何かエスカレーターに乗ったかのように、うわあ神様をなんかすごいことをされている、みたいな。でも、ジェットコースターのですね、ガャンガャンと登っていくんですけども、時々ヒューンと下がっていく時もあるんですね。えー、ね。まあ本当にこの、いい時もあれば、悪い時もあるんですね。ある先生が言いました、墓会っていうのも、 本当に私たちのクリスチャン生活もそうです。波がですね、ぶわーってやってくるときもあるんです。波がわー押し寄せてきて、自分がその波に、リバイバルはその波に乗るようなものだって、リクオーレンっていう先生も言いましたけども、私たちはこの波に、まあ、僕はあんまり波に乗れないですけども、波に乗っていくあクリスチャンサーファーのようなんですね。信仰のサーファーのように私たちは波,波に乗っていくんです。でも、さーっと波が引いていって、まま。 サクですね。なぎ瀬戸内海のようになぎとなってしまってですね、もう波に乗れない瞬間もあるんですね。荒、えー、田君も最近はやってないですよね。あんまりね、あやってないと思いますけど、まあ高知まで行かないとですね、波がないんですね。徳島まで行かないと波がないんです。瀬戸内海でジョージが持ってたなんかあのサーフィンのやつやってもですね、そこまで楽しくないんですね。もうこのペチャ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 やるだけで,ですね。わこれ乗れたら楽しいのになと思うんですけど、山田海岸では波がないんですね。 でも本当にまあそういう時にはですね自分が何者かでもある子のように錯覚してしまうんですでも人生の苦しみはろくろのような本当に悩みの路に入れられる時にああと自分の弱さを体験してもし今日自分の弱さを知っているんであれば体験しているんであれば感謝しましょう主はその弱さのうちに完全に働いてくださるんです 自分は最高の器だと思っている人はちょっと気をつけてください私は主に用いられるもう最高の器であるともちろん進学的には間違ってはないですけれども自分は土の器に過ぎないともし思っているのであればそのううことは本当に感謝です自分も19年この殿堂や牧会の働きをしてきましたけれども本当に思わされることは弱さしかないということですし 自分は土の器に過ぎないといととうことですただその中にかろうじて宝であるイエス・キリストがおられるので主の愛と荒れみによってなんとかなんとか一歩ずつ歩むことができるんですね、うん、失敗や弱さ足りなさ試練や困難が繰り返されていきます。 私たちはいつも祝福祝福繁栄勝利勝利気分上昇上げ上げっていうことが続くと思ったらそうじゃないんです。そういったことを繰り返しながら私たちはこの破壊と創造っていうとちょっと青春的な言葉ではないですけども筋肉的にはそれはいい言葉なんですね。破壊と創造を繰り返して筋肉っていうのは成長していくんですね。筋トレをすると えですね、本当にそれはもう皆さんも静かになって下にうつむいてますけども感謝します筋トレをするとなんと筋繊維が傷つけられて傷つけられるんですで傷つけ次傷つけられて傷つけられてそれが後にこの回復の途上を通ってご飯を食べてしっかり休んでいくとその筋肉が再生されて大きくされて強くされていくんですね <laughs> 一回ですねあの祈り会の先生たちとです、ね、沖縄に行った時に祈り沖縄に祈り会した時にその泊まったホテルに T シャツがありましたノーペインノーマッスルってあったんですねノーペインノーマッスル痛みなくしてこのマッスルはないと、ね、私たちも痛みを通らなければその神様の祝福や繁栄も受けることができないんですね もし何か皆さんが部活動とかやってスポーツをやるんでしたら監督やコーチのもうやりたくないそのメニューをこなさないといけないんですよ。もうバスケだったら膝を曲げてですねこんなことやるんですよ。もうカニみたいに歩くんですよ。いや、カニみたいに歩きたくないとかっこよくシュート打ちたいと思うんですよもうダンクしたいと思うんですよ。 でも皆さん、ダンクシュートなんてそんなできないんですよ。スリーポイントシュートもそう簡単にできないんですよ。ガニ股でディフェンスの練習を何回もしないといけないんです。そのようにして、その苦しみやトレーニングを通って、ですね初めて他のものも楽しくなるし、ゲームが楽しくなっていくんですね。レギュラーとして選ばれることもあるでしょう。私たちは、投機士なる死によって、 粘土で制作中の器をご自分の手で壊されるんです私たちは時々悩みの炉で苦しみの炉で主ご自身が私たちを作り変えてくださるために本当に砕かれるっていうことを経験しますもし今日砕かれているのであれば感謝しましょうあなたは主に愛されていますもし砕かれる必要があれば主に求めてください それ,本当それも幸いなことですたっということに用いられる器へと作り変えられていきますローマ書の9章の20節から21節読んでいきましょうはい「しかし人よ神に言い逆らうあなたは一体何ですか?」「形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですか?」と言えるでしょうか陶器を作るものは 土の塊から尊いことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。アメン,アメン私自身がどのようなどのように神様の栄光を荒らしていく人生を送っていけるのかっていうのも主にかかってるんです。主の取り扱いを否定するのであれば私たちは成長していくことができないんです。 もし皆さんの周りの中であなたのことを注意してくれたりとかまたまあ叱ってくれたりとかする人がいるのであればそれはすごく感謝なことです誰も言ってくれないのに言ってくれる人がいるっていうことは感謝なことですまあ時にそれは夫婦の間でも必要かもしれませんもちろん私愛し合ってことは必要なんですけども夫婦の間でもこれは責め合うのではなくて愛を持って 気づきを与えてあげるよく言われましたね、あのもうとにかく祈りなさいと、ねえー、もうああだこうだ言ってんじゃん祈りなさい、そうですね、もうそういうことを教えられるわけですね、それは何をえないもうって言ってたらですね、もう私は成長していかないわけです。 でもある時誰にも何に,何にも言ってもらえないシーズンっていうのもあります大人になったりお父さんお母さんになったり職場で言えば管理職になったりとかまあ上司になったりとかすると誰にも物を言ってもらえない皆さんその時に私たちは主からの懲らしめを受けなければならないですね誰かに言ってもらえる時はまだ本当にそれはそれで花があって幸せです、ね、でも私たちは主からの懲らしめも 受ける準備が必要ですあらゆる私たちは良い技に間に合うものとなるように本当にこの尊いことに用いられる器へと日々作り変えられていきたいと思います第二手元にはこのようにありますね21節2章の21節第二手元の2の21読んでいきましょうはい。 ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるならその人は尊いことに疲れる器となりますすなわち清められたもの主人にとって有益なものあらゆる良い技に間に合うものとなるのですアメンヒゼキヤもですねあなたは死ぬと言われてですねその宣告を受けてそして彼は悟るわけです その後に与えられる平安の道を得るために自分自身を砕くことを決心したんですね、2番目を見ていきたいと思います、顔を壁に向けて祈り、涙の祈りを捧げ、壁に、顔を壁に向けて祈り、涙の祈りは、神の計画や摂理でさえ変えることがある。 神様が決められていることがあります。神様が計画しておられることがあります。もう寿命もそうです。で、私たちはそのことをですね、もうそのまま受け入れることもあるでしょう。もう行き場がなくなる。もう本当にを発泡を塞がれている。さまざまな貧しさや乏しさ、弱さを通ることがあります。もう目の前に壁しかない。何にも頼,何にも頼れない状況に追い込まれる。 でももしそのような状況に置かれたならば私たちは涙の祈りと涙の祈りを持ってその壁を打ち壊されていくことを見ることができます壁を顔を壁に向けて祈ることがあるでしょうかそれはもうすべて塞がれているような状況です主御自身しか見上げることができない天を見上げることしかできない今日しこそ我が神賛美しましたけども 天を見上げることしかできない。四方八方が塞がれている壁しかない皆さんヒゼキヤは38章の8節あ2節見るとそこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈ったとあります祈ってとあります3節読んでいきましょうかイザヤの38の3はい言った ああ主よどうか思いい出してください私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの見舞いに歩みあなたが良いと見られることを行ってきたことをこうしてヒゼキヤは大声で泣いたこの壁に向かって祈る祈りっていうのは密室の祈りとはちょっと違うんです密室ではなかったそこには多分医者もいたでしょう家族もいたかもしれない そして預言者イザヤもいたんですね、まあ、ただ、イザヤはそのことを宣告して第二列王権を見るとちょっと帰っていくんですね。そして中庭にいるときに主のまた語りかけを受けてえこの15年のまた寿命が延ばされたということを神様から受けてそのことを伝えに行くんですね。ヒゼキアはおそらくそのことを言われた時にすぐに壁に向かってまあこの壁かもしれません。こういうい壁に向かって 祈ったんですよおそらくその宮殿の壁の向こうには主の宮があったのではないかと言われてるんですその主の宮がある主の臨済がある契約の箱があるそのですね主の宮の方に向かって壁に向かって祈ったそして大声を上げて泣いたんですこれは密室の祈りではなくて人がいたんだと思いますイザヤもいたし誰かもいたかもしれない側近もいたかもしれない 執事とか他のいましたよねそのラブシャケに寄ったそのいろんな3人ぐらいの人たちがいたじゃないですかそういう人たちも近くにいたんですでも人目をはばからずにうわーって泣いたんです大の大人が40歳の人前でうわーって泣きますか僕もどちらかっていうともう人前でできたらあまり大,大泣きしたくないです鼻水ともう涙を流して泣きたいですか あまり泣きたくないですもうそこにはですねプライドはなかったと思います彼の祈りっていうのはですね本当に子供のようにですねもうお父さんっていうようにお母さんっていうようにもう幼子のように泣いて祈ったんですプライドを捨てた嘆きの祈り涙の祈り 人目を気にしないで祈る切実な祈り。これは壁に向かって祈る祈りなんですね。もう潮を発砲をがれてしまって。聖書を見ると、多くは涙の祈りっていうのは、ほぼ100%ですね、聞かれるんです。まあ目が乾いてる人、ね、いると思います。絶対泣かないっていう人いるかもしれません。聖書は涙の祈り。 主は必ず答えてくださるんですね。日本のために涙して大声を上げて涙して祈る人たちが必要です。まあ、かといっていきなりスーパーで大泣きして泣かないでください。あの病院に連れてかれてしまうかもしれませんので私たちは主のために日本のためにこの国のためにエッセルのように泣いて祈る。 本当に自分自身を捧げて祈る、この日籍屋のようにですね、泣いて祈るものでありたいと思います。よくね、お,お涙ちょうだいとか言います。まあ、泣けばいいと思ってるんじゃないかみたいなですね。しかし、主はそのような祈りをですね、まあ、ひするというか、必ず聞いてくださるんですね。そしてなんと神が計画されていた、設理されていた、 そのようなことでさえ、その涙の祈りを通して、もう動かされることがあるんです。主がそのようにしますと、もうヒゼキアを、あなたはもう、死にますよ、家の整理をしなさい、もう生前整理をしなさい、最近もありますよね、生前整理、もう、あなたの寿命はありません、死にますよ、はあ、でもその涙の祈りを持って、どうなったかっていうと、神様がその心を動かされたんですね。 涙とともに種をまくものは喜び叫びながら刈り取るようになりますハンナの涙の祈りハンナの祈りを通してサメルが与えられました神様はその涙の祈りを聞かれましたエレミアもそうですエレミアも涙の預言者と言われていますエレミア愛花ですね3章の484950 読んでいきましょう、はい。私の民の娘の破滅のために私の目から涙が川のように流れ私の目は絶えず涙を流して病むことなく主が天から見下ろして帰り待ってくださる時まで続くこの民のことを思うときに私の目から涙が川のように流れたとエレミアはそのような預言者でした イザヤもそうですけどもエレミアもそうです主の御言葉を語ればいいっていうことではなくてその最高の預言者は最高の祭司でもありますこの国のために涙を流すメッセージをうまく語るっていうことが重要ではなくてまた予言を本当に的確な予言を語ることも大切ですけどもそれよりも大切なことはエレミアのようにイザヤのようにですねまたヒゼキヤのようにこの国のために涙するものが必要です もちろん、ヒゼキヤは自分の悲しみもあったと思います。彼はその後寿命がのぼされても、本当に失敗が多かったんです。でも、神様はとにかく涙の祈りを聞いてくださるお方であることを覚えたいと思います。第二列王記の第二歴代史の34章27節これはヨシア王に語られているです、ね、ヨシア王の記事ですけども、第二歴代史の34の27、はい。 あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。死の蜜毛、ね。あ、これ、死の見つけ書いてないですね。すいません。神様の前で心を痛め、死の前に心へり下り、 そして衣を引き裂いて私の前で泣いたのであなたの願いを聞き入れるとあります。ヒゼキヤがこのヨシアオやまたサメルやハンナやまたこのエレミアのように泣いて祈ったのでどうなったかっていうとイザヤ書三38章の4節5節、はい その時、イザヤに次のような主の言葉があった。いって、ヒゼキヤに告げよあなたの父、ダビデの神、主はこうせられます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。アメン祈りによって、時に、私たちに与えられた時が、寿命が伸ばされることもあります。まあ、この後ですね、 えこの日時計が10度戻るっていうですね、えー、そういう奇跡もあります神様は時も支配しておられる方であります諦めずに叩き続けるのであれば奇跡が起こりますもし目の前に壁しかない四方八方を塞がれてるときはチャンスです私たちはこのまあのりちゃんが実写してますけどもはい天を見上げて礼拝することもありますけどもまあこの塞がれてるときはですね壁に向かって祈るんですね そそうすするるとその壁が打ち砕かれるんですよくブレイクスルーとありますブレイクスルーウォールダウン、ね、壁を打ち壊していくでも壁を打ち壊すためには壁がないといけないんですよ何もなかったらブレイクスルーや打ち破りは必要ないんですでも私たちの目の前に大きな壁があるので私たちは祈ることができるんです諦めずに叩き続けるのであればその壁が打ち破られることを私たちは見るようになります 神様の計画でさえ、そのあなたの祈りによって変更されることがあるんです。時、また経済、また寿命も主がご支配しておられます。でも皆さん、時はもっと大事です。時間というのは永遠にあるように思えて、限りがあります。先ほども言いましたけども、まあ、時は金なりという言葉はありますけども、お金よりも、 何よりも皆さん時間っていうのはとても大切ですもし私が余命ねあと1週間ですよって言われたらいやちょっとあと10万円払うからあと2週間伸ばしてくれと言うと思うんですね、えー、10万円じゃ安いって言われるかもしれませんけども、ね、でも本当にお金よりも大切なのは私たちに与えられた時間です この時間が永遠にあると思っていますけれども、本当に私たちは後悔のないようにですね、感謝しながら、死の道を、死の時を歩んでいきたいと思うんですね。神様はあなたの人生を握っておられます。けれども、計画しておられるんですけども、もう本当にコンピューターのようにですね、私たち一人一人が何かプログラムが、本当にこの、 ですねえー、組み込まれていて私たちがそのロボットのように動いて神様の計画のうちを歩んでいくのかっていうとそうじゃないんです私たち一人一人は神様の計画の中でこの獣医師が与えられています私たちが神様のスーパーコンピューターがあってそのスーパーコンピューターの中で私たちがこの動いてるかっていうそうじゃないんです神様は大筋大きな計画は持っておられるんですけども あなたがどのような人生を送っていくかということについては、そのことについては、まあ、この、何ですか、自由が与えられています。病気ですぐに死ぬということも、神様の計画であったんですけども、しかし涙の、涙とその祈りによって、その方針を変更されることがあるということです。もちろん、どんなに祈っても祈っても祈っても、変更されない、変えられないこともあります。 愛するる人を天に送ることもあるでしょうあのイエス様もゲッセマネの祈りで何度も何度も祈ったけれどもその十字架という道はこの変えることがなかったんですその十字架の計画は変わらなかった私たちも何度も何度も涙して祈っても変えられない計画もありますでも涙して祈る祈りで変えられることもあるってことを私たちは覚えたいと思いますアメー 私たちが涙を持って祈る時にその壁を打ち,打ち砕かれていくことを経験することを感謝したいと思います。3番目、上を仰いで衰えましたということですけどもこれは祈りが答えられた後の「ヒゼキヤの応答です。イザヤの38章の章節。はい。 つわメや鶴のように私は泣き、鳩のように埋めきました。私の目は上を仰いで衰えました。主を私は虐げられています。私の保証人となってください。アメン。これは実は主が本当に望んでいる姿でもあるんですね。上を仰いで、そして衰える。私たちは上を仰いでスーパーマンになってはいけないんですね。上を仰ぎながら衰えなければならない。 私たちはどんどん強く強く強くあることを願います成長し成長して完璧を目指して完全なものとなるということを目指します清く清く美しくなっていくことを目指しますでも私たちは主が願っておられるのは上を仰いで衰えなければならないそれこそが私たちが目指すべき姿なんですねイエス様もどんどん弱くされていきました クリスチャンの歩みっていうのは私たちが強くされ、堂々とすることかだけ、大胆さってもちろん必要です。でもそれが全てではなくて、神の力を本当に100%経験するためには100、100%ジーザス、それは0%に私たちがされていくってことです。私たちはますます弱くされ、砕かれていくのです。本当に死を仰ぐ人は弱さを経験します。本当に死を仰ぐ人は私が衰えることを経験します。 あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマのヨハネが言った言葉です。3章、ヨハネ3の3、はい。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。アメン。私たちは日々、外なる人は衰えていきます。でも、内なる人は日々新たにされていくことを感謝します。イザイスの38章15節には、 この苦しみのために私は静かに歩みますっていうことが書いてあります。イザヤ38の15。はい。何を私は語れましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに、私は私の全ての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。苦しみのために私たちの弱さの上に私たちの強さは弱くされ、私たちが 頼れるものはもうあなたのほかにありませんそして私たちはその苦しみのために静かに歩む死の前に静まることを覚えるその時本当の意味で私たちは死の命に生かされていくものと変えられていきますイザヤ書38章16節一緒に読んでいきましょうはい 死をこれらによって人は生きるのです私の生きの命もすべてこれらに従っていますどうか私を健やかにし私を生かしてくださいそうです私たちが弱くされて静かに歩むときに私たちは生きることができますイザヤ書三38章19節20節一緒に読んでいきましょうはい。 生きているものただ生きているものだけが今日の私のようにあなたを褒めたたえるのです父は子らにあなたの誠について知らせます主は私を救ってくださる私たちの生きている日々の間死の宮で事を奏でよう主を賛美して礼拝するものとなるために主はそのような訓練や試練や苦しみや 悩みを与えたんです私たちは苦しみの中でこそ主を褒めたたいていきたいと思いますでもその先にあるものも主を礼拝することなんですで今日の御言葉は「苦しんだ苦しみは平安のためでした」と「主イエス様の苦しみは主イエス様の苦しみは私たちに永遠の命を与える十字架というその神の恵みを 通ることでした <coughs>。ヒゼキアがもう余命がないと死の宣告をされたときにそれは苦しみゆえに真の平安を得るためでした。そのためにこのような苦しみを通ったんですね。苦しみを通るときに私たちは神に植え替わ求めることを選択するようになります。そして真の平安は主が与えてくださいます。 あなたの奥さんでもお母さんでもお父さんでもなくお金でもなく物質でもなく主があなたに真の平安を与えてくださいます私たちはこれがあったらこれができたらこうなったら幸せ平安になると思いがちなんですけども平安は苦しみの先にある主が与えてくださいます苦しみを通ったからこそ本当の平安を知ることができます壁に向かって祈るとき涙を持って祈るとき 人間,人間の力では打ち破ることのできないその壁を主が打ち破ってくださることを感謝しますそして私たちは3番目上を仰いで仰ぎ見るあ上を仰いで衰える私たちが衰えるとき弱くされるとき本当の意味で私たちは真の礼拝者へと近づいていけることを感謝したいと思います 主の恵みは十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。第二リント十二章九節に書いてありますね。私たちは、ピアノお願いします。弱さのうちに完全に現れる主の道か力を体験していきたいと思います。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。今日もし弱くされているのであれば感謝しましょう。 そして一人でも多くの人が主の御前に出ていき本当にこの壁に向かって本当に祈り続けていくものでありたいと思うんですね壁を打ち破っていくために真の平安を得るために涙と苦しみの先にある平安主の祝福を私たちは得ていきたいと思いますそれは私たちが真の礼拝者となるための訓練でもありますもし今日苦しみに遭っているのであれば感謝しましょう それはあなたが主に愛されてるからです主に愛されてるのでもうもはや私生児ではないと私たちを子供としてくださったそのことを本当に感謝したいと思いますああ私の苦しんだ苦しみは平安のためでしたあなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました私たちのすべての罪を投げ合ってくださるお方です一人一人を祝福してイエスはみんなでお願いしますアメン